今回のタイトルはカルダノエイダ、次の強気相場で11ドルになる可能性はあるのかです。ぜひ最後までお付き合いください。トップ市場アナリストは次の強気相場サイクルにおけるカルダノエイダの目標価格を少なくとも11ドルと予想しています。カルダノは確固たる基盤を持つ暗号プロトコルが短期間で何を達成できるかについて興味深い視点を示しています。カルダノブルとクリプトキャピタルベンチャーの創設者であるダン・ヴァン・ヴァルデッロ氏はエイダが2025年までにプロトコルの時価総額が4000億ドル、価格は11ドルに達すると楽観的です。ガンバルデッド氏が指摘したように、より広範な市場が次のビットコイン半減期イベントを待っているため、カルダノはすでに強気相場の前に設定されている可能性があります。ガンバルデッド氏はエイダが10セントから 3.10 ドルまで急騰し ATH を記録した前回の BTC 半減期イベントから1年後のエイダ価格の動向を強調しました。彼の論説はカルダノが今後2年間で関連するパフォーマンスを発揮できるかどうかにかかっています。その他の注目すべきカルダノ予測、ダン・ヴァン・ヴァルデッド氏の11ドルの予想は著名な市場アナリストであるファイリートレーディングが共有する2025年までの目標35ドルと比較すると保守的です。現在の価格帯から35ドルへの成長は 10000% の高騰を意味しており、不可能ではない野心的な偉業を達成することになります。これらのアナリストや他の人はカルダノの良い点を見ていますが、機械学習アルゴリズムを使用して暗号通貨のパフォーマンスを予測することで知られている暗号分析プラットフォームであるコインコーデックスはエイダが予測された期間までに11ドルに達するシナリオを見ていません。コインコーデックスはアルゴリズムが2024年までに年間最高値 1.897 ドル、2028年までに新たな ATH が 3.68 ドルになると予測していることから、エイダに対して完全に弱気というわけではありません。カルダノのファンダメンタルズは強気をサポート。カルダノは活発な開発者の活動を示す GitHub コミットの総数で常にトップにランクされているという点で他のレイヤー1ネットワークと比較することができません。過去1年間にわたりカルダノは便利な製品やサービスを展開し、イーサリアムキラーとしての地位を確立してきました。ミスリル、ハイドラヘッドのローンチから最新のミッドナイトプロトコルに至るまでカルダノはコミュニティが使用できるプロトコルをフローとするという探求のペースを落とすつもりはありません。カルダノが最後に ATH に達した時にはこれらのファンダメンタルズのほとんどが欠けていたことを見ると、ガンバルデッド氏などが設定した大規模な価格目標をサポートするための適切な基盤を持っているという自信があります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。